じゃあ次は私の番ね。え、僕も？自分でやるけど。何よその反応。私が塗ってあげるって言ってるのに。あなたがやってるのを見てたら私もやってみたくなったの。いいでしょ？それが本音か。はいはい、わかったよ。じゃあ行くわよ。まずは手に適量を。うわ、思ったよりオイルが出ちゃった。ま、どうせ広げるから問題ないわよね。大丈夫かな。絶対必要以上の量が塗られてるよ。よいしょよいしょ。どうかしら。いい感じ。よかった。これを広げて広げてっと。あなた温泉の時も思ったけど結構いい体してるわよね。鍛えてるからね。わ、逆三角形初めて見たかも。で、止まってるよ。うわ、忘れてないわよ。よいしょよいしょ。オイル塗りもマッサージもなかなか奥が深いわね。結構楽しいかも。力入れすぎて痛い。まあ本人的には頑張ってるみたいだし、とりあえず褒めておこう。はい、これで終わり。初めてにしてはよくできたんじゃないかしら。ベトベトだ。体もちょっと痛いかも。いい感じだよ。疲れが取れた気がする。そう？それならよかったわ。最初ちょっと失敗しちゃったけどうまく取り戻せたみたいね。なんだかんだあんたにはいろいろ世話になってるわよね。今日のも私のわがままだし、実は少しくらいはサービスできたらなって思ってたの。今日ぐらいは同級生らしく対等に遊びたいしね。アレクシア。さて、サンオイルも塗り終わったし、思いっきり泳ぎましょう。はいはい、わかったよ。